はい、皆さんこんにちは。コーヒー侍です。今日のテーマはこれだ。はい、今日はですね、こちらのコーヒーの保存容器の、まあ、新しいものというかね、なんですけども、最近ねすごくね巷で評判になっているということで、早速ねこちら手に入れてみました。アンコムンと読むんですね、の真空保存容器ターンシールということで、まあ、いろんな種類があるんですけど、今回は 0.6 リットルの UV カットというものをね取り寄せてみました。いや、これねすごいいいらしいんですよね。どういったものか早速ね紹介していきたいと思います。コーヒー侍チャンネル登録まだの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは皆様ご唱和ください。コーヒーは自由だ、行ってみよう。はい、こんな感じでね説明書が入ってます。ターンシールというね名前ですね。空気を抜いて、まあ、酸化防止という感じのねアイテムになるかなと思います。まあ、コーヒーはもちろんね、食品とか、まあ、そういったペットフードとか、まあ、そういうね酸化を主に敵に回すというか敵に回すというか、酸化防止をね、より長く保存できるような感じでできるというアイテムですね。構造は本当シンプルですね。で、今回のはその UV カットというものなので、なんか半透明、黒の半透明みたいな感じで UV カットになってるんでしょうね。はい。でね、これをこうして、これね、左右に数回回すだけで空気が抜かれるわけですね。まあ、これ左右どっちでもいいんでしょうね、これね。はい。じゃあこれでこのボタンを押すと解除されるということですね。真空状態がいきます。あ、空気が抜ける音がしました。はいはい。あ、で取れるよっていう感じなんでしょうね。ちょっともう一回。あ、この状態だとやっぱ開かないですよね、真空になってるんで。でプシュッと。あ、なるほどね。いや、これすごいな。左右どっちでも抜けるっていうのがまた斬新というか、そんな感じですよね。なので、コーヒーで使う場合は、こういったね、もう、焙煎豆ですよね。まあ、酸化がどうしても進んでしまうので、まあ、こういうのを、はい、こうやって入れると。で、これをして、はい、これでね空気が抜けたので、まあ、酸化がねだいぶ遅らせられるといった位置づけになると思うんですよね。いや、でもこれはおしゃれですしね、すごい見た目、コーヒーの保存なんかですごくいいと思いますね。で、飲むときは、はい、こんな感じで取れるよっていう感じですね。いや、これは単純だけども面白い。はい、皆さんお疲れ様でございました。まあ、こういったね、コーヒーの保存器具っていろいろ出てたりするんですけど、まあ、密閉するとかね、こう、光を当てない遮光のやつとかっていうのはね、結構あったりします。で、空気を抜くタイプっていうのも今までもね、なんか自動で抜いたりとかそういうのもあったんですけど、これは、手動ですし、楽なんか、こう回すだけなので気軽に使えるなっていうね印象です。でね、人によっては例えば保存用のねアルゴンガスとかそういったものを注入する方もいるんですけども、まあ基本的にね毎回それでやるとコストもかかってくるので、例えばまあこういったね空気が抜けるタイプっていうのはやっぱ重宝すると思うんですよね、コスト的にも。で、見た目もすごいおしゃれですよね。いや、ぜひねこれはねおすすめですね。はい、本日もご視聴ありがとうございました。本日の動画いかがだったでしょうか？いいねと思っていただいた方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。また、コーヒー侍各種 SNS やっておりますので、ぜひそちらもご覧いただければと思っております。それでは皆様、素敵なコーヒーライフをお過ごしください。バイバイ。